はようございます。釣り子 TV です。岡地町のね、キーポンに行ってきましたよ。そんでもってね、まあ、ルアーを、あとちょっと小物をね、買ってきたよっていうことで動画を回しているんですけども。早速ね、何を買ってきたかっていうとね、はい。まずね、ライン。はい。これはね、最近、もうこれがないとね、ちょっとね、っていう感じで信頼して使っている、バリバスのですね、アブソルートですね、の16ポンド、ね、秋の今ぐらいの時期ね、ちょっと夏が終わるよって、魚がシェードから離れて、ちょっとうろうろしようかな、そんな気分の時に、よく聞く釣りがですね、自分の場合だとチグストの釣りなんですよね。なんだろう。8分の3オスぐらいのラバージグにちょっと大きめのね、シルエットのワームをつけてこうバタ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 と泳がせるとよく釣れるっていうことで、まあそんな時にねこの16ポンドっていうね、太さのラインよく使うんですけども、基本的にはねフロロマイスターとかね好きで使っているんですけども、結構ねこの釣りはでっかいのがかかっちゃう時はかかっちゃうって、何気にあの50アップがね、釣れたりしちゃうんで、まあそんな時にはねこういうねちょっとお高めですけどね、アブソルートとかね、驚異の A ランク超えっていう風にね書いてある、水切れ抜群 SP フッ素コート、これねほんとね独特な使用感のフロロカーボンなんで、っていうのはまあ張りがあるんだけど癖がつきづらくて、そんでもってなんかめちゃくちゃ強いね、木なんかにズリズリすられてもなかなか切れないんで、船べりまで大きな魚をちゃんと連れてきてくれるっていうね、こういう、意図なんで、まずまあまあちょっと長くなっちゃいましたがこれね、追加に一つ買ってきました。あとねちょっと秋にこれはどうかな、じゃじゃーんね、180円って書いてありますけども、キーポンで買ってきたのがですね RC リビングの7インチっていうことですね。エンジンのワームですね。あ、こういうのあるんだと思ってね、これいやーちょっとこういう長めのねミミズ系のね、こんな感じのワーム欲しいなと思ったらね、なんかエンジンってそういうちょっと痒いところに手が届くルアー多めですよね。この RC リビング、まあ色合いもこれも間違いない感じの、もう RC ミミズっていう風に書いてありますけども、どんな感じかちょっと開けてみますかね。これですよ。これ。くてっとした感じのね。こういう感じの長いね、なんか、所在なだけにこう、むにゃ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 って動いてくれそうな、そういうね、ミミズくんなね、ワームが欲しかったんですけども、これね、ちょっと細かいながら、この、見えるかな、頭のところがちょっとネイルシンカー刺しやすそうだったり、この細かいね、リブが、なんだろう、前から後ろまでズバズバズバーってある。まあこのお尻のところはね、こんな感じですけども、なんかこういう、そう、最近小森プロと釣り行った時とかにね、山ミミズとかいろいろ教えてもらって、ノンテーパーのワームね、まあスワンプクローラーとかにこう、代表されるノンテーパーで後ろまでこうストーンと来ていて、ねえ、こういう系の感じの形っていうかね、こういうのはあんまりね今まで使いこなしてこなかったなと思って、でね、小さいところだとね、あの山ミミズがもう出るんで、あれ間違いないなっていうところで、それをねこう継ぎ足して継ぎ足してね、それで長いこういう細いやつ使っていこうかなと思ったんですけど、いや売ってんじゃんと思ってね、こういう RC リビングの7インチっていうことでね、エンジン。これ、まあ、880円で、まあ、数もね、いっぱい入ってるしね。まあ、出しどころとしては、ちょっと難攻不落なね、見えてはいるんだけど、なかなか口を使わないなっていう、上流の見えバスとかにちょっと投げ込んでみたいなってね。小粒なやつとかで反応しない、ベイトフィッシュっぽい形で反応しない、
でかいトップとかビッグベイトでもないしな、なんか魚系じゃなくてなんかよくわからない虫っぽいの食ってんだよな、そんなやつに、まあ、岸際に投げてこう岸から落としてね、振り向かせて食わせるってね、そんなサイトフィッシングのパターンの時なんかにこういうねちょっと味変ね、これを最初から投入するんではないかなって感じですけど、自分の場合はいくつかこう食わせのやつ試してみて、それでも食わないっていう時にじゃあ長いのどうよっていうね、そういう展開の時にすぐねサッと出せるようにこれね買ってきてみました。でまあこんな感じでね2つ買ってきたんですけどもね、今回まあちょっとこの糸でこれを使うってわけではないんですが、まあキーポンね、なんかねこのねアブソルト安いんですよ、1840円、他だとねこれもっとね多分高いと思うんだよな、なんかね自分の行く近隣の釣り具屋さんだとねキーポンが一番これアブソルト安く買えるんで、アブソルートとあとはこのエンジンの RC リビング7インチこれね、ちょっとね仕事帰りにフラット寄って買ってきたよね。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、御徒町のね、キーポンに行って釣り具補充っていうことでちょっとね気になったのが、アブソルートの、まあ、いつも使う番手と、あとはねエンジン、これは多分新しく出たんだと思うんですけどね、 RC リビングの7インチ、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。